高さ10メートルの場所に作られた枝の塊これがカラスの巣です東北電力ネットワークはカラスの繁殖期にあたる3月から6月にかけて電柱などに作られた巣を撤去しています撤去するのは停電を防ぐためですこちらが以前撤去されたカラスの巣です中には針金の入ったハンガーなどがあり こうした金属類が停電の原因につながるということです去年、県内ではカラスの巣が原因の停電が3件確認され今年3月にも藍津若松市内で1件確認されていますお客様からの情報によりカラスの巣の除去をする場合もありますのでその際は東北電力ネットワークコールセンターの方にご連絡をいただければと思います コールセンターへの連絡は平日、休日問わず24時間受け付けています。